皆さん、おはこんばんにちは。ウエスして、よろしくお願いします。佐藤幸です。というわけで、シェンムー3続き、やっていくよ。で、万願寺に行くんで、こっちだね。万願寺には、こっちだね。万願寺、ここだな。こんなところにあるし、万願寺に感想があるぜ。ライさん、レイフェイみたいな人かい。もうばあちゃん関係ないからな。すみません。何これ。何かご用でしょうか。あれ、おばあちゃん、エマ。葉月岩尾という男を覚えていますか。葉月、あなたは。岩尾は俺の親父です。どうも初めて会った気がしないと思ったら。父がこの村にいた時のことで、何か知っていることがあったら教えてもらえませんか。あれはもう20年ほど前のこと。20年。遠く日本から武者修行に来た若者が仲間とここで、それは熱心に練習をしていました。これを。ああ、この人もいました。岩尾という青年はよくこの人と一緒にここに来ていました。名前は確か張宗明と。この二人がその後どうなったか知りませんか。それがある日突然寺に来なくなってしまったのです。一体何があったのか。村で見かけることもなくなりました。他に知っていることは何かありませんか。ああ、そう、岩尾が奉納した絵馬がまだあるはず。絵馬ですか。絵馬探してきましょう。お願いします。絵馬になんて書いてあるんだ。この部屋には寺の歴史にまつわるものがあります。どうぞご覧になってお待ちください。はい、はい。バックギャモンがある。まあ中国のバックギャモンだよね。だよね。何があるかな。トラ、何見てるんだろう。何見てるんだろう。馬の絵だ。綺麗な色だな。なんかある。おとなしい猫だな。ニャンコじゃん。そういえばファン名は元気かな。なんで猫見てファン名を思い出すんだ。猫みたいだなって言ってたもんね。豚かわいいな。かわいいな。何これ。おもちゃだ。子供もいるのかな。おもちゃ。いや、まあ引き出しを一個一個開けるしかねえな。竜。この竜は小さいな。小さい。でかくね。これは。これは。これは。花橋か。
古いものだな。ん？これは。王居。この人たちは一体誰なんだ。一体何者なんだ。お待たせしました。うん、何か気になるものでも。この写真は。それはハッカソンに皇帝の使いが訪れた時のものと聞いています。皇帝。この旗の模様は。その紋章。竜は皇帝を、鳳凰は皇后を表すと言われ、当時の皇帝はこの竜と鳳凰を好んで用いられたと聞きます。その皇帝の使いがなぜハッカソンに。さあ、それ以上のことは。この写真を貸してもらえませんか。写真を。岩尾のこのあなたを信じてあげましょう。どうぞお持ちなさい。貸してくれ。ありがとうございます。必ずお返しします。これを。岩尾が奉納した絵馬です。日本語で書いてあるので私にはさっぱりわかりませんが。元気で待てって。喋っとるけど。あの写真をシェンファに見せよう。私、シェンファここにいっぱいあるね。サンダーできるかな。この人に聞いてみるか。いいかな。何の用だ。ちょっといいかな。悪いが後にしてくれ。頭の中はいつもいかに強くなるかということでいっぱいだ。そうか。そうか。魔法か。やっていくか。魔法か。またにしよう。魔法はあんまやんねえな俺。どちらかっていうとこっちをやる。寸剣か。やっていくか。寸剣の方がね、いいよ。いや、後にしよう。後にしよう。カンフー武功拳。武功拳って。白虎で挑んでみるか。どうしよっかな。白虎に挑んでみるかな。行くぜ白虎。すみません。勝負だ。うん、修行じゃな。さて、サンダか、それとも試合で武装に勝負を挑むか、どちらかな。一応レベル1上げた。お主は試合を望むか。1。では今度も白虎を呼ぼう。今度も。キャスもお主との試合を楽しみにしていたようじゃ。そうなんだ。良い勝負を期待しておる。全然勝てなかった。白虎おじさん、すごいのがらっしゃ。カーデルギシエム、さあ行くぜ。まずはトルネードキックをお願いしてやるぜ。ユーラー、くそなんだ。ブルブルヤートルネードキック、トルネードキック、ブルブル、ブルブル。ブルブル、ブルブル。くそ、すごい。で、すごい。でででで、ブルブル。見て見て見て。
て言うてよ。外聞町長で決めてやる。おお、白虎に勝つとは。久々にお主のような優れた修行者に会えてわしも嬉しいぞ。次はあんたか。これで残る対戦者はあと一人。え？ヒトラさん。試合。良いのだな。良いのだな。今度はこのわしが相手じゃ。今までの武装のようにはいかぬぞ。手加減はせぬ。良いな。買ってこいよ、ほら。王子さん。王子さん。絶対勝てないよ、こんな。俊じいさんと同じ匂いがする。はい、はい、来い。おっ、ほら、全然効かねえぞ。何の、た、この程度か。はい。うわ、強レベル何レベルだよ。実力不足じゃ。ああ。木人で空風を積み、三打で技を磨くのじゃ。全然勝てる気しない。シェンファーの家に帰りますわ、もう。はよ。写真。これは花橋。戦闘2年、花橋が完成した年。ずいぶん古いもののようだ。戦闘って何？皇帝の使いが八花村を訪れた時のものだと住職が言っていた。この旗とこの鏡を見てくれ。同じ模様。父の採掘場にあったものも同じ。父を探す手がかりになるかもしれない。花橋のことを詳しく知っている人はいるのか？妖婆さんなら知っているかもしれない。妖婆さん。村人のために薬を作ってくれるおばあさんよ。妖婆さん。広場の近くに住んでいる。よし、明日妖婆さんに聞いてみよう。妖婆さんってあれだろ、わらトントン叩いてたし。シェンファーどこだ、シェンファー。リンゴもらってくれ。もらっておこう。もらっておこう。シェンファー。何、リョウ。シェンファー。明日は、ヨウっておばあさんを訪ねるんだったな。うん。何か手がかりがつかめるといいが。ええ、ええ、それだけ。それだけか。すまん。なあ、リョウ、もう出かけるの？ああ、花橋のことを調べないとな。うん、ありがとう、リョウ。うん。シェンファーは一緒に行ってくんないのかな。じゃあな、シェンファー。リョウ。ん？行ってらっしゃい。ああ。出た。行ってらっしゃいとお見送りしてくれる。ヨーバーさんは、一定の時間になんないと、いないんじゃね？いるね。じじい。すいません。よう、おばあさんの家へ行きたいんです。行きたければ行くがよかろう。行くがよかろう。今おるじゃろうか。
今おる。行ってみます。あるじゃろうか。話とかよ、おばあちゃん。すいません。あんたは日本の若者だね。聞きたいことが。聞きたいことが。花橋ができた当時のことを何か知りませんか。花橋、花橋というたか。おばあさんなら知ってるだろうと村の人たちに聞いて。なぜじゃ。なぜじゃ。橋にまつわる話や昔のことを知りたいんです。そんな遠い昔のことをなぜ知りたがる。え？え？いや、俺は。いや。お前さんに教えることなど何もないよ。帰っておくれでないかい。お願いします。おくれでないかい。聞こえないのかい。お前さんに教えることなど何もないよ。何？どうしても知りたいんです。ひさがらん。帰っておくれと言ってるんだよ。そうですか。失礼しました。他のお年寄りを当たるしかないか。やれやれじゃな。すいません。花橋ができた当時のことを何か知りませんか。何かとは何じゃ。橋にまつわる話や昔のことを知りたいんです。あの橋は昔からかかっとる。花橋といえば村のものなら誰でも知っとるじゃろう。はあ、はあ、まあそうなんだろうけどよ。キッポーさん、すいません。何かしら。穴橋ができた当時のことを何か知りませんか。おばちゃんに聞くよりシェンファに聞いたらいいじゃない。なんで。えだからシェンファと一緒に調べるとかね。一緒に調べる、うん、俺は。あらら、そんな困った顔しちゃって何なんですか。あ、オーブンさん。どうも。あら、今日は何してるの。いや、別に。ブラブラしてます。レンちゃんに聞く。ちょっといいかな。なに。花橋ができた頃のことを何か知らないか。知るわけねえだろ。知らない。そうか。雨降ってきちゃったわ。急に雨降ってきた。年寄りに聞くっつってたな。おばちゃん、いらっしゃい。フライパンドック消えたな。今日はお前さん一人かい。ええ、ええ、花橋ができた当時のことを何か知りませんか。橋にまつわる話や昔のことを知りたいんです。おお、古い話は古い人間に聞くのかい。いや、俺は。確かにあの橋は古いが、わしも詳しいことは知らないよ。そうですか。わしはよそからこの村に嫁に来た身だからね。誰か心当たりは。そうだね。わしやうちのじいさまより年上となると、ようのおばばか暴落台に住んでるそのじいさまぐらいだよ。そのじいさま。わかりました。ありがとうございます。そのじいさまだ。すいません、祖さんの家へ行きたいんですが、暴落台はどっちですか。ヨウババの家の前の道から行くんだ。途中に看板が立ってるはずだよ。わかりました。ありがとうございます。なるほど。ねえ、ヨウババ。こっちかな。あったあった、暴落台。こっちか。
暴落台、こっちかな。隊員、隊用。占いか。誰もいねえな。あ、アルバイトある。すいません。はい。あの、さっさあなた、もしかして最近村に来たシェンファちゃんのお友達？ええ、ええ、まあやっぱり一目見てすぐわかったわ。なんでやねん。クールでちょっぴりワイルドな男の子。ほんと噂通りじゃないの。そうなの。噂になった。そうですか。そうですか。それで名前は？そうですか。葉月と言います。葉月。そうじゃなくて下の名前よ。りょうです。りょうです。りょうくんね。覚えとくわ。りょうくん。なんだってんで。バケツチャレンジがある。ああ、あの、おっと、わしに近づいてはいかんぞ。え？ぼちぼち薪割りを始めるとこなんじゃ。なるほど。斧を振り上げるかもしれんものにむやみに近づいてはならん。失礼しました。先生。あの、いやいやいや、しんどいわ。しんどいわ。聞きたいことが。急にどうした。祖さんの家を知りませんか？わしは信者が、ここらはみんなその者の家じゃぞ。お年寄りの祖さんを探してるんです。文玉さんじゃな。文玉。それならあそこじゃ。そう、文玉さん。わかりました。ありがとうございます。なるほど。この家ってこと？さっせん。だから誰かいんねえ。中村。中村じゃねえだろ。おいで。あ、うーわ、態度悪そう。なんじゃな。聞きたいことがあるんです。どいつもこいつもわしがいないと何もわからんからな。よいぞ、行ってみよう。何もわからん。花橋ができた時のことを知りたいんです。花橋。花橋。何でもいいんです、教えてもらえませんか？珍しいことを聞くな。ま、どうしてもというなら教えてやらんでもないが。わしがまだ子供の頃、時の宮廷より使いがこの村に使わされたことがあった。時の宮廷。その使いを迎えるために花橋が新たに架け替えられたのだ。花橋が。そう、村の入り口にあるあの橋はその時に作られたのだ。今でもはっきり覚えておる。暑い夏の日じゃった。都の衣装はそれはきらびやかでの。生きとってんのね。宮廷の使いは何のためにハッカソンに？わからん。わからん。知らないんですか？それはまだ子供だったからの。では他に当時のことを知っている人は？このわしの他にかね。その日は孫のやつもおった。孫。孫さんはどこに？孫は最近市場のあたりでうろついておると聞いたが。市場ですか。孫のやつは風来坊じゃからの。どこにおるのやら。わかりました。ありがとうございます。
スンさん意外と優しいおじいちゃんだった。いきなり戦いを申し込まれるかと思ったが市場ってパンダ市場どこじゃい。花橋の秘密ああ意外と近いな。ちょっといいですか。いいわよ。孫って人を知りませんか。孫なんだそんな話なの。つまんないね。孫って人を探してるんです。たまに見るけどうちの店には来ないわよ。お酒と甘いものしか買わないのよ。そうですか。そうですか。なら酒場とかお酒売ってそうだけど酒っつーか陽明酒陽明酒じゃあここに来てるかもな。カレンさん。カレンさん。はい。孫って人を知りませんか。あなたも探してるの。え、だいぶツケが溜まってるから会ったら伝えといて。ツケ。いや俺は。いや俺は。あら違うの。あなたてっきり借金取りなのかと思ったわ。なんでやねん。はあ、おかしいやろうが。なんでわざわざ日本から借金取り来んだよ。すいません。毎度あり。毎度ありって。孫って人を知りませんか。たまに来るんだけど、どういう人かよく知らないの。来るだけで買わないんだけど、やたらお酒に詳しいのよ。ああ。そうですか。そうですか。どこに行き終えるんだ。全くわかりしない。おい、どうした。少年。いや。お兄ちゃん誰。俺だ。俺はリョウって言うんだ。よろしくな。ねえねえ遊ぼう。今はちょっと。ちっちゃ。僕リョウちゃんとサッカーしたい。リョウちゃん。でもボールがないだろ。ボールがない。うん。僕サッカー選手になりたいのにお姉ちゃんサッカーボール買ってくれないの。サッカーボール。そうか。そうか。お姉ちゃん。メイメイって言うんだよ。景品屋さんでお仕事してるの。景品屋さんか。景品屋さん。ああ景品交換所のことか。僕サッカーボール欲しいな。バケツ石投げのお店にあるんだけどな。バケツ石投げ。バケツ石投げ。石を投げてバケツに入れるとサッカーボールがもらえるの。でも僕取れなくてお小遣い全部なくなっちゃった。ねえリオちゃん取って。ね。いいよ。よし任せた。後で没収されそうだけどな。ああ約束だ。わかった。僕待ってる。交換屋さん。ああここね。ここには売っていねえのが。ファン名な曲が流れ始める。ちょっといいかな。おいしいおまんじゅうどう。孫さんを探してるんだ。孫さん探してんだけど。孫さん、うん、たまに来るよ。どこにいるか。その人はお金がなくていつも買わないの。どこに住んでるかわかるかな。そんなの知らない。そうかありがとう。残念だな。弊社のやつには一通り話したかな。ばあさんすいません。はい、いらっしゃい。あーお姉さんって。お姉さんよしとくれよ。照れちまうじゃないか。お姉さん聞きたいことが。孫って人を知りませんか。なんだね買い物じゃないのかい。孫って人を探してるんです。今日は来てないよ。今日はその人は私に聞かれてもどこに住んで何をしているのかさっぱりわからないけど、確か
ほうの古い友人だと言ってたね。ほう。ほうさん。ほう老師ですか。ほう老師。聞きたいことがあるなら、ほうのとこへ行きな。わかりました。ありがとうございます。テレレレレ。ほうさん。あ、シュンさん、カさんがいる、カさん。カさん。なんだ、どうした。ホウ老師の家へ行きたいんです。誰だいそれ。知らないけど。そうですか。ホウ老師。知らんし。あの。おばあさん。おば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 さん。聞こえないのかな。あの、おばさん。おばさん。お姉さん。よしとくれよ。照れちまうじゃないか。これはダメだ。ホウ老師の家はどこですか。ホウ。ホウ老師の家は。三聖戦だろ。三聖戦。しばらく会ってないし、私も会いたいよ。そうですか。なるほど。おばさん。おばさん、もう。へぇ。容赦ない、おばさん、アタック。ここかな。さっさい。いないのか。いないか。どなたかな。いるわ。葉月です。寮か。入りなさい。ホウ老師、聞きたいことが。孫って人を知りませんか。孫ならよく知っておる。わしの剣法仲間じゃ。そう。会わせてもらえませんか。ふん。孫は最近、古寺に住み着いているらしい。古寺ですか。古寺へ行けば確実に会えるというものでもないが、酒と饅頭を用意していくとよかろう。賽銭箱に置いて隠れて待つのだ。わかりました。ありがとうございます。酒と饅頭を忘れずにな。うぇーす。酒と饅頭。カルデラってどこだし。饅頭。母さん。なんだ、どうした。母さんじゃないねん。古寺へ行きたいんです。古寺。願掛けでもするのかい。あまりご利益はなさそうだけど。いや、俺は。いや。すまない。余計なことを聞いたね。いえ。暗くてジメジメして、気味の悪いとこだよ。そうですか。そうですか。古寺へ行くには。行くには？ひまわり畑の中を通り抜けるんだっけ。だっけ。わかりました。ありがとうございます。何と言われてもおじさんもわかりません。すいません。酒。毎度あり。パイチ屋台だよ。へえ。ああ。15年。まんじゅうがない。毎度あり。まんじゅうがないぜ。お兄ちゃん、おいしいまんじゅうはどう？まんじゅう売ってたわ。出来たてのまんじゅう、おいしいよ。何のまんじゅうだ？
これかな。適当に買っておこう。どうも。ありがとう。また来てね。で、ひまわり畑がどうなっていう話だか。全然薬草ねんだよな。ひまわり畑を抜けるんだっけって言われてもおじさんわかんねんだよ。ここ迷路になってやがる。ここかな。だね。お化けですわ。キュンシーでも出んのかい。運命が足らんとか言われるやつだよこれ。多分 PV で見たわ。酒と饅頭を賽銭箱に置きしばらく隠れて待て。孫は用心深いからな。用心深いって何なの。これかな。これ OK。 なんでそれ。そこに隠れるの。いた。ホーさんに聞いてきました。ホー、何の用じゃ。聞きたいことがあるんですが。質問は一つ、いいか、一つじゃぞ。一つ。そうさ、聞きたいことが。よかろう。ただし一問一答じゃ。いいか、質問は一つじゃぞ。一つじゃぞ。花星。花橋しちゃったけど、憲法に強かった。花橋ができた時のことを教えてください。花橋、あれはわしが10歳の時のことじゃ。朝廷の使いはここ八ヶ村にやってきた。花橋は宮廷の使いを迎えるために新たに掛け替えられた。陽と外わしは都から来た使いを一目見ようと橋のたもとで待っていた。大人たちをかき分けながら見たその姿は今でもはっきり覚えておる。そうですか。その使いは何のために八ヶ村に。それはな、塔が緑石の鏡。鏡。鏡にどんな関係が。あの使いはこの国で最高の石彫り師に鏡を作らせるために皇帝の命を受けてやってきたのじゃ。最高の石彫り師。円俗山という天下一の石彫り師がこの村におったのじゃ。あの円の祖父じゃ。花橋と鏡にはそんな関わりが。
なるほど。聞きたいことが。はい。よかろう。ただし一問一答じゃ。なんだ、聞けるのか。いいか、質問は一つじゃぞ。No, it's careful. Careful について。宝老師の剣法仲間だと聞きました。王者と？葉月岩尾、ご存知ですか？葉月？お主は？葉月亮と言います。岩尾は俺の親父です。ほほう。ほほう。暇つぶしに一つ手合わせでもしてみるか。え？え？いきなり。どうした？こんな年寄りの相手はつまらぬか。いえ、お願いします。うん、うん、何をボサッとしておる、打ってこぬか。身のこなしだけ。そんな攻撃では肺が止まるわ。それで本気か。振りがでかすぎる。強い。隙だらけじゃ。どこのチョコ拳法じゃ。やっと本気になってきたな。鉄山高だ。今の技は八極拳奥義鉄山高。やっと鉄山高覚えられるの。親父のことを知っているんですか。鉄山高覚えられるんだ。何か知っていることがあれば教えてもらえませんか。まあ気が向いたらの。教えてくれない。ジュージー、シェンファの家に帰るか。帰るか。それだけ。あ、いなくなっちゃったじゃん。もうシェンファの家に帰ってもおりしよう。リョウ、どうしたシェンファ。さっきエンシンさんのお母さんが。シェンファちゃん。ケイエイさん、どうしたの。ゴロツキが牧星に現れたと聞いてエンシンが心配になって。何？明日リョウと確かめに行ってくる。リョウと何かあったらすぐ連絡するから一緒に行く。聞くわ、シェンが強かったりし。めちゃくちゃ強かったりし。そんなことが。シェンファ。何リョウ。明日ボクセンへ行く。うん、シェンファはここにいた方がいい。どうして。多分ゴロツキたちがいるはずだ。もし顔を合わせればただでは済まない。リョウ、危ないから来るなということ。当たり前だ。当たり前。そんなところにシェンファを。ゴロツキは父のことを知っている。シェンファ。シェンファ。シェンファ、どうしたシェンファ。シェンファ、本気でボクセンへ行くつもりなのか。どうすんの。私は父の手がかりを知りたい。待っているだけなんてできない。それに。それに。二人なら一人よりも強い。何？少しは私を信じて。本当に強いのか。リョウ。そうか。シェンファ強いのがやっぱり。シェンファ。何？明日は一緒にボクサーに行こう。ああ、もう折れてしまった。ええ、わがまま。わがまま女。
よし、はい。それでは今回はこの辺にしていきたいと思います。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。シェンが強いのかもしれないぞバイバイ。